はい、こんにちは、笹野です。こんにちは、松坂です。はい、今日は最後、第6章になります。今までのトレーニングをまとめてサーキットとしてやっていきたいと思います。はい、なので、今日はこの動画を見ながら一緒にやっていけたらと思います。ただ、難易度は結構ハードです。ハードめのトレーニングになりますので、休みも入れながら一緒にやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では、まずは腕立て伏せからいきましょう。こっちです。はい、行きます。腕立て伏せ、ノーマル腕立て伏せ30秒、用意スタート。実際に30秒やってもらいます。そしてこのペースは、お任せです。どんなペースでもいいので30秒測ってやってみましょう。あと20秒です。ゆっくりでもいいですよ。自分のペースでいいですからね。早くやってもいいし、ゆっくりでもいいし。頑張れ、あと10秒だ。 OK、よし、あと5秒。無心であればね、30秒やってる間なので、あと20秒です。ゆっくりでいいですよ、これも。だからゆっくりでいいんですけど、背中が地面につかなければベストです。下にね、いる状態で保ったままでもいいので、背中がつかないように。あと10秒です。いいですね、あと5秒。 OK、 ストップ。はい、じゃあここで20秒休憩入れます。はい、はい、1分やったら20秒休憩っていう形でね、今日ずっと最後までやっていきますのでね。はい、少しここで呼吸を整えてもらって。はい、今のはまだ序章にすぎません。あと8秒休憩してください。次はランジに入ります。ランジ、横ランジからいきますね。はい、あと2秒でスタートしましょう。いきます、よースタート。横ランジ、はい、これも30秒です。グッと曲げて、はい、グッと曲げて、はい、そうですね、そうです。を出した方向に、そうですね、膝の曲げ方注意してください。あと10秒です。余裕余裕、OK OK、あと5秒。よし、ストップ。 OK、 じゃあ次はランジの入れ替えいきます。前後ろ入れ替えですね。用意スタート。ジャンプジャンプジャンプ、はい、これできるだけ軸まっすぐに、体まっすぐのまま、そしてこれもペースゆっくりでいいですよ。入れ替えのペースゆっくりで、自分の好きなペースで大丈夫です。入れ替え、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 あと10秒です。そう、自分の一番やりやすいペースですからね。 OK、 よしよし、あと2秒。はい、ストップ。 OK です。そしてここでまた20秒休憩です。さあ、呼吸を整えて、はい、20秒後いきますよ。20秒後に今度は腕立て伏せの T のね、上げるやつ、腕上げるやつです。腕立て伏せしたら、そうですね、あと5秒後にいきますので、準備をしていきましょう。いきます、よー、スタート。これも30秒です。上げて戻して、1回腕立て、上げて戻して、でこれも自分のペースでいいですから、30秒のうちに3回しかできなくても全然大丈夫です。 OK、 あと15秒。 OK、 5秒。よし、あと2秒。最後 OK、 ストップ。はい、そしたら、仰向けになってもらって、足と手タッチ入れ替えのやつですね。スタート。1、 OK、 そうです。これも自分のペースですよ。ゆっくりゆっくりで大丈夫、一番楽なスピードで。あと20秒です。そう、頑張れ頑張れ、ここからだここからだ、もう終盤に入ってるからね。よし、あと10秒。はい、よし、あと3秒。素晴らしい、ここまでよく頑張ってます。これで今6割ぐらいですね。あと少しだ。次は体幹、プランク、あと10秒後にプランクを30秒キープします。あと5秒休憩できます。はい、そう、ここで息を整えて、さあ行きましょう。よー、スタート。たった30秒です。
勢で30秒いるだけ。呼吸も整えられるこの瞬間にチャンス、回復のチャンス。今インナーマッスルを鍛えている時間ですね。さあ、あと10秒です。プランクの10秒は余裕でしょう。お腹下がらないように、お腹下がらないように、多少お尻上がってもお腹上げましょう。お腹垂れちゃうとね、腰に負担がかかりますので。 OK、 30秒ストップ。次、腕立てとプランクの入れ替えですね。手の入れ替え、よーい、スタート。覚えてるかな。そう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 、 OK です。これを30秒、ゆっくりでもいいです。全然スピードいらないです。これは遅くても速くても OK。 あと20秒。さあ、ラストスパート迫ってます。さあ、あと10秒です。頑張れ。これが終わったらあと2種目。あと5秒。 OK、 ストップ。はい、20秒休憩。あと2種目、これで終わり。素晴らしい、よくここまで頑張ってます。はい、あとはスクワットとプッシュアップのみ。さあ、あと10秒後にスクワットが始まります。はい、でスクワット一応こっち向き、あ、いや、そっち向きか。さあ、あと5秒後にいきますよ。さあ、行きましょう。よーい、スタート。よし、姿勢まっすぐな、背骨まっすぐ、あ、そうですね、そうですね、そう、姿勢まっすぐなまま、体、顔が下向かないように顔すね、そうそうそう、顔すね、まっすぐ向いたままですね。これあと20秒です。すべて時間でやってますね。回数は何回でもいいです。あ、気が利くいいですね。あと10秒、頑張れ。あと5秒。OK、 ストップです。じゃあ最後の種目、プッシュアップ、手を叩く、腕立てして、これラスト30秒頑張りましょう。用意、スタート。できない人は1回でもいいです。で、 OK、 素晴らしい。 OK、 いいですね。あと20秒です。これをできる回数だけやりましょう。何回でも大丈夫です。いいでしょう。 OK、 あと15秒、何回できるか。よいしょ、すごい。この追い込まれた状況であと1回できるはず。あと3秒。あの最後までついてこれた人はなかなかね、鍛えられてる方かなと思います。で、もちろんこのペースでやったらこのぐらい疲れてしまうのは当たり前ですね。ただたった7分ぐらいかな、6分から7分でね、今のメニューも終わります。1日1セットこの6分7分をやるだけで、だいぶ体ね鍛えられていくと思いますので、ぜひ、ね、何回かこの動画見てもらって実践してみてください。はい、どうでしたか。いや、もう全身に効いて汗もかきますし、まず全身に効くっていうのがポイントですね。いろいろまんべんなくやったつもりではあるんで、本当はもっと細かいのあるのはあるんだけど、これでまあある程度は網羅できてるかなっていうふうに思ってもらって大丈夫です。ということで、全6回にわたる動画、これでおしまいになります。ありがとうございました。ありがとうございました。